皆さんこんにちは。今回は1986年制作、香港ノワールの金字塔、男たちの晩夏の豆知識、いわゆるトリビアをご紹介します。知ってる方も知らない方もお楽しみいただければ幸いです。それではまずこちらからどうぞ。男たちの晩夏での二丁拳銃は様々なメディアに影響を与えました。そのアイコンと呼ばれるのがベレッタ M92F です。皆さんのイメージはこんな感じと思いますが、実はこれ弟の剣です。今回は兄マークがベレッタの二丁拳銃ではないことを証明いたします。わかりましたか。ではわからなかった方用にスローでどうぞ。銃が細身なのがわかります。これはベルギー製ブローニングハイパワーです。銃身下に棒状のものが見えるのがわかりますか。 M92F にはありますがブローニングにはありません。画像を明るくしてみました。右手の銃の方が細身なのがわかります。極めつけこれです。似たようなアングルでモデルガンを置いてみました。グリップ部の形が同一なのがわかります。しかしながら2カットほどベレッタに長拳銃の時があります。原版強奪シーンでもベレッタとハイパワーの組み合わせで使用されています。ロマンがないと怒る方もいらっしゃると思いますが、と剣も言っているので許してください。では次のトリビアです。低予算で作られた男たちの晩夏には様々な方が出ています。有名なのはこの方、監督のジョン・ウー氏です。そしてこの方、わかりますか。制作総指揮のツイ・ハーク氏です。役者としても活動されているためいいリアクションです。一瞬で気づきにくいですが、この方、わかりますか。駆け出し時代のチャウ・シンチー氏です。少林サッカーやカンフーハッスルで有名ですね。余談ですが、彼は子供向け教育番組430スペースシャトルの司会をしていました。この番組にはトニー・レオン氏も参加していました。いくらだ?2ドルです。もらおう。この屋台の親父もジョンウ氏という噂もありますが、どうでしょうか。では次のトリビアです。続いては晩夏2から、まずはこのシーンを。剣が使用するのはイタリア製フランキ社スパス銃にショットガンです。通常はこのように銃の下から弾を装填し、重心下の持ち手を前後し弾を送り込みます。しかしスパス銃には特殊で、最初の一発は必ず薬室を開けて装弾する必要があります。剣が行っているのはこの行為です。これがこのショットガンの正しい使い方です。参考にターミネーターの同じ銃のシーンをどうぞ。みんな54には最高だ。それで拳銃は登録に15日かかるけど、ライフルは持って帰ってもいいよ。
けどダメだよ。いいんだ。同じく薬室に装填しているのがわかります。続いては、本編ラストで秦王、鳳凰が映るこのシーン。本来のシナリオ上ではキッドが撃つことになっていました。翻訳の T、ロンはキッドは警官であり自分が撃つべきだと監督に提案しました。ジョン、ウーは15分間考え、ストーリー変更に同意したそうです。これにより鳳凰が自らの手で手錠をかけ、弟と共に警官隊のライトに向かい、歩いていくという印象的なラストカットになりました。皆さんはどう思いますか？出迎えに5人、ここで2人、のれん越しに1人、ここに1人、ここに1人、個室に5人。この中に日本人女性が出演しているというネット情報がありました。昔見たサイトでページもわからず改めて再検索しましたが見つかりませんでした。そのサイトでは超ユンファ氏は優しく紳士だったとありました。このサイトの情報をお持ちの方、コメント欄からお教えください。2004年に投稿主は香港に聖地巡礼に行っております。それがここです。ハイサン通り10番地の新ネイビルです。ここは、ホーとマークが再会するシーンのロケ地です。撮影した角度が違いますが、まさに本編そのままの佇まいです。80年代はコインパーキングだったこの通りも、2004年訪問時はすっかり変わっていました。残念ながら2013年に取り壊されたそうです。新役のレイ・チーホン氏はこれが映画デビュー作だそうです。いかがだったでしょうか？この動画は主にアジア圏のネットサイトから収集したものでありますが、正しいものもあれば曖昧なものもあります。ご意見、ご指摘、ご感想などいただければ幸いです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。